蚊取り線香、また進化しました。今やってみてね、思いついたの。あ、これだと思って。ほら、見て。限りなく渦巻きに近づけてみました。切れ端を全部やったのよ。今回も。いたずらしてね、全部ね、バラバラにして、わざとやったようなね、やらせじゃないからね、これ。大きな蚊取り線香を、このぐらいにして、ちっちゃな、腰につける蚊取り線香の、入れ物のサイズに作ったんです。で、この辺の切れっぱすがこれです。全部、ぐるぐるやってみたら、蚊取り線香の形に戻ったわ。これの方が長くできるじゃん。3回やったらさ、進化してきた。頭の中で思いつくの。本当は一番最初からこれが思いつけばよかったんだけど、ちょっと頭がちょっとまだ回復途中なので、3回やってやっとここにたどり着きました。うん。折れたままね、捨てちゃったらもったいないでしょ？で、最初はさ、線香を立てみたいして、あれで立てただのよ。で、いいなと思ったけど、そのこと横にしてみたのよ。で、互い違いにやってみたの。で、長く巻きったとか言ってたんだけど、これが最終的な、一番いい方法だと思います。うん。蚊取り線香の形がね、やっぱりね、偉いね。この形。これは素晴らしいわ。ぐる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 。それと同じにしました。蚊取り線香。折れても蚊取り線香。これが最終、最終画面です。終わり。